どうも、阿部津です。今日紹介するのは、紹介しない、今日紹介の日じゃないや。ですね、今日はですね、ちょっと皆様からいただいた質問に答えていきたいなと思います。はい、というわけでまず第1の質問、こちら。年齢ですね。僕は今、21です。今年22になります。はい、そして次の質問はこちら、ででん。はい、職業ですね。職業はですね、いろいろな仮説が浮上してると思うんですけど、僕の職業は役者です。この間もちょっと、お仕事させていただきました。次の質問こちら、ででん。部屋の中を紹介してください。こちらはですね、ちょっと2回ぐらい質問受けたんで、ちょっと今日は特別にちょっと中を、この部屋をね、ちょっとざっくり、もうね、汚いですよ。汚いですけれども、紹介しろと、紹介してくださいと、紹介してくださいと言うんで、ちょっと紹介します。はい、こちらが僕の部屋でございます。非常に汚いです。そしていつもここにカメラを置いて、こうやってここで、撮ってるわけですね。はい、そしてここでパソコンでこうあれするわけですよ。はい、もう本当にしょぼい部屋です。早く引っ越したい。さあ、そして、今日最後の質問です。最後の質問はこちら、ででん。 IKEA の動画にいた女の子は彼女ですか。はい、これもうだいぶぶっ込み質問ですね。これはぶっちゃけていいのか悪いのか、いろいろ説があるんですけれども、彼女です。はい、彼女です。本当はね、PDR みたいに、 PDR じゃねえ、 PDR とかもうそんな大先輩になんちゅう話をするんだって話なんですけども、PDR さんみたいにね、2人でこう動画を作るんで、そういうことやってみたいんですけど、ちょっとなかなかちょっとできないんですよね。面白いんだけどね、やったら多分ね。でもね、その子はちょいちょいこの僕の動画にもちょっと若干出てきてるんですよね、幽霊みたいに。でこう1回だけね、1回だけ本当に幽霊だと勘違いされた動画があるんですよ。それがですね、今日2本ぐらいあるんですよ。こちらがすごいびっくりされましたね。そしてあともう1個はですね、おかしな缶ジュース、アメリカのジュースをこう4本ぐらい連続で紹介した回があるんですけど、その時に足が出るっていう、僕の中ではこう映らないで言ったんですけど、映らないでと言ったんですけど、こうなんか足を出してきたっていう、手じゃなくて足を出してきたんです。ちょっと切れましたね。ちょっと切れました。でもあとディズニーランドのロケもカメラマンとしてちょっと協力してもらったっていうのもありますね。はい、てな感じでちょっと質問に答えてみたんですけれども、今後もですね、質問とかね、リクエストとか全然受け付けますので、どしどしいろんな動画アップロードされると思うんで、そちらのコメント欄とかにですね、どしどし書いていただけるとありがたいなと思います。はい、これからも阿部津 TV よろしくお願いします。今日は質問コーナーでした。また。コーヒーフロート味が出ちゃう、これはもう大事件です。